やっちゃうよ。ライドネスとかで、今日もやっていくんですけど、今日はね、スケフリをね、まあ、久々かな、スケフリをやっていこうと思います。ということで、グラチェで早速いきましょう。さて、スケフリですね。で、このデッキのね、マジね、強いところはね、まだテンプレになってないですね。ちょっと上位陣がちょいちょい使ってるだけで、このデッキは今テンプレになってないので、おすすめですね。やっぱりトラ上げたりする、したり、グラチャルでめっちゃ勝つのって、うまいことも大事なんですけど、やっぱ使ってるデッキっていうのも大事で、そうね、テンプレになってないデッキっていうのがね、やっぱ俺的には結構強いかなって思ってます。はい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 。言うのね。行っちゃっていいかな、これ。よいしょ。ビッシュ。ビッシュ。OK。入るな、これ。カディーン。うい、いいね。よいしょ。OK。いいですね。いい攻めができた。でもって、どうしようか。歩かせるか。よいしょ。はいはいはい。まあ、オーブンの位置がちょっとね、不細工な位置になっちゃったっすけど。まあ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 。とりあえずこれで行って、はいはい、プリンスじゃない。これベビちゃんで行くか。ベビちゃんで行こう。ベビちゃんで行って、ああ、はいはいはい。オッケーオッケー。こいつだけ処理できれば、みたいなところはあったが、まあ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 、しゃあなししゃあなし。よいしょ。ああ、自陣入ってねえな、あれ。ああ、まあ、吹き矢が、優秀。優秀すぎる。言うの。うん、はいはいはい。なるほど。はいはいはい。切るカードがタルババしかねえな。待てよ。今あるのはユーノとエレキでしょ？タルババでいっか。スケラ来るかもって思わせるタルババですね。はいはいはい。ちょっとサイクルがやばいな、これ。これなんか足してほしいな。さすがに、ベビちゃんだけじゃ受けれないので。これなら、橋を渡って出せばよかった。届くかな。オッケー。オッケー、オッケー。ポイズン使いの。はいはいはい。やばい。やばいやばいやばい。クリーズすりゃよかったかもな。今の。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。オッケー、オッケー。とりあえずエレキ切ったんで、ユーノとエレキしかプリンス止められるカードがないんですよね。だからこれで、エレキ切って、はいはいはい。オッケー、オッケー。土着層オッケー。よっしゃい。オッケー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 。これ、この形、この形強い。この形が強い。でもって、オッケー。あー、いい防衛するな、それは。それいい防衛。あー、そっち行くんか。これ守んなきゃダメだな。うぃ、ビビった。ちょっと待ってね。あ、いい防衛してきたな。はいはいはい。それは美味しいですね、と。プリンス、ここつけるんですね、プリンス。これもあれなんで、おすすめです。おすすめっていうか、豆知識ですね。いや、いけ！いけ！これはいける、これはいける。よいしょ！いいフリーズ。カディーン！オーケー！いいですね。ギャングもいたわ。プリンス受けるカード。プリンス受けるカードしかなかったのである。まあまあまあ、これでも勝てますよと。よいしょ。とりあえず、もう、まあ、スケラなんで、ちょい待ちでいきたいですね。やっぱ後から動きたい感はある。にしても、俺的にはちょっと先に動いちゃうな、みたいなところあるんで、まあ、吹き五分。で、まあ、多分、タルババが来るだろうから、まあ、ベビーちゃんを構えていって、はいはいはい。まあ、大体ね、もう今の環境、アイスウィズにはタルババみたいなとこあるんで、はい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 。これいっちゃっていいな、普通に。これインドラの滝があっち向くんで、ベビドラがね、ちょっとだるくなるっていう、あれがあります。節があります。
ちょっとだるいですね。全然入らない。フリーズ打てればよかったんですけどね、これ。よいしょ。マジか、打つんか、そげ。そげ。てか、まずスケルだと思わんかった。ちょっとおまずいですね、これは。よいしょ。頼む。お前の方がいいスケル打つやん、きょい。ちょっと待って。ちょっと待って。どうせフリーズだもんな。いいね。いいよ。いいと思う。いいタルババ、それは。これ行くか。これ行って、カーティーンが入る。あ、ボーラーね。はいはいはい。いや、それ美味しいな。空で全部っぱして。はい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 。お、いいね。これぶっ転がしていき。はいはいはい。よいしょ。オッケーオッケー。ちょい渋だな、でも。言ってもやっぱ、ダメアド取られすぎて、渋いですね、かなり。まあ、インフェルのドラギュニティが来ると思うけど、来たね。来た。なるほど。もういいか。そっち行く。そっち行くな、結局そっち行くな。よいしょ。で、後ろのやつに、あいつの、あのベビちゃんにフリーズをかけて。オッケーオッケー。よし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 、プリンスが殴ってる、プリンスが殴ってる。もう一発いけ、もう一発。魂が足んねえ。ちょ、待って。ここラストチャンス。よいしょ、邪魔なやつ全部消した。パキリ、パキリの神様、パキリの神様。頼む、湧いてくれ、内側から、内側から湧いてくれ。なんでだよ、どうしてだよ。湧け、内側から。くそ、マジかー、ちょっと待って。内側から湧いてくんねえとな。ディンディディディンディディディン、ダークソ、マジかよ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 、もう。タルマ間に合ったか。なえるわ、これ。待て待て。俺はもう勝たなきゃやならん。ちょっと待てよ。こっから、こっから、こっから行こう。マッチングしねえじゃねえかよ。来た。初手オーブン、初手オーブンからですね、やっぱり。くっそ、マジかー、そこ40。でも最初の受けがちょっとスケラ警戒しなさすぎたなって思いますね。てかネクストにスケラ見えてないんだったらスケラ打っちゃダメだった説がありますね。とでもこれ内側から回ってるんで、あー、いけるかな。あー、やめとこ。おっとおっと、よし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 。ベビーちゃんはちょっとめんどくさいはずなんで、オッケー、オッケーオッケー。で、これでなんかで防いできたらゴロリンできるんで、オッケー。ああ、それはおいしい、それはおいしいな。結局、結局これだから。よいしょ、よいしょ、オッケー。ないよな、ないよな、さすがに。オッケーオッケー。プリンか。ちょっと鬱陶しいっすね。ホグがめんどくさい。いや、トルネあるから、もう低くてもよかったかな。今、ギャングしかいないんで。だるいだるいだるい。だるいだるいだるい。全然だるいよ。いいよ。だるいよ。ギャングしかいなかったから出したら、吹き矢、真ん中吹き矢が来た。はい。オーブ守りたいよ。ミニペーは出さんならさすがに。んですよね。いいですね。いい防衛しますね。よいしょ。もうフリーズが怖すぎる。はいはいはい。ちょっと待って。サイクルがやばい。これでいこう。OK。これでなんかで防いできたら、
オッケー、完成した。これ絶対吹き上がる。出しちゃうもん、俺クラスになると。いやー、守るな守るな。あー、クソダリー、マジでダリー。これどうしよう。えーへ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 ー、まあまあまあ、これはこれでいって、ミリペ、あー、そうくる。いやー、だるい、めっちゃイメージしてくる。よいしょ、フリーズ。はい、いや待て待て、まだ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 いける、まだ粘れる。あっち無視して、あー、だるすぎ、それだるすぎ。よいしょ、これフリーズ対策のプリンス。おいしょ、はい、いいプリンスでしたね。でてれてーてれてー、あ、パギーン、オーケーオーケー。これとりあえずぶち剥がして、よいしょよいしょ、はい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 、オッケー、一発で、プリンスして、で、逆サイホグ、ワンチャン。オッケー、あー、逆サイホグ。オッケー、マルタ使った。てーてれてーてれてー、オッケ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 ー、喜んだ。オッケー、オッケー。さては、もう一戦いける。さては、もう一戦いける。よし、やめとこやめとこ。もうなんか俺の悪い癖でまたボツる気を、もうね、あれが出てきた。やめよう、ここでやめます。ってことで、まあね、強めの強めのスキラデッキなんで、ぜひ使ってみてください。ってことで、まあ今日この辺でね、まあ、昨日一応あれなんですよ、グローバルのグローバル大会じゃない、ホリデー大会か、まあ、17で終わっちゃったんですけど、まあ12勝をねできればなと。初心者の僕でもね、ゴール初心者の僕でも17勝できたんで、あ、まあ皆さんもねできるんじゃないかなと思うんで、まあ、まだの人はね昨日の動画見て使ってみてくださいということで、まあとりあえずね、で来月かな、今月はそんななかったもんな、みかんさんにめっちゃ頼ってた感じだったんですけど、来月はね結構またキヨキヨさんとかドズさんとかともね、コラボする予定も入れているので、まあぜひね、ちょっとね、まあ来年だいぶ先の話になるけどね、まあ楽しみにしててくださいという感じで、まだね毎日投稿続けるんで、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今日は年で終わります。お疲れ様。